んか時たま犯罪を犯し逮捕された犯罪者の氏名や国籍が公表されない問題があるでしょ。つい最近も原爆追悼記念堂で焼肉をやった職業不詳の52歳の男も実名報道がなされてないんだけど、そんな犯罪者の氏名や国籍が公表されない問題についてわかりやすく解説した方がいるみたい。なぜ逮捕された犯罪者の氏名や国籍が公表されない場合があるのか、次のツイートを見てみて。メビウス、勘違いしている人がいるから書きます。警察は逮捕したかの国の犯罪者の氏名等を発表しないなどと批判する人がいますが、それは間違い。警察は本籍、国籍、住所、職業、氏名、年齢、犯罪事実を報道機関に公表します。ですが、あとは報道機関の裁量に任されるのです。だから、まずいことは書かないわけです。浅川恭一。なるほど、やはりマスコミかい。メビウス。もちろん捜査上公表できないことは少なからずあります。でも、警察が犯罪を犯したかの国の人間の氏名を公表しないことでのメリットは何もないんですよね。逆に言うと、公表しないことでのメリットの恩恵を受けるのは誰？というところに真実があると思います。ミクさんがいっぱい。これの意味は、報道機関にのみ公表しているということですか？あるいは、求めた人にのみ公表しているということでしょうか？それとも、一般にも発表しているが、誰も知らないという意味ですか？セラリンコ。記者クラブという制度があり、大手のメディアの御用記者が官公所の報道発表を独占できる仕組みです。記者クラブに加盟するには、現在の加盟者の合意が必要なため、報道村が情報を独占してます。メビウス。記者クラブの記者って、めっちゃ態度悪いんよ。特に共同通信。泉の神兼定。これは事実。私も元警察 OB の人に聞いた話。警察発表はすべて公表。あとはどのように報道するのか、メディアの裁量。会社員でもネームバリューのある企業や公務員は、バンバン企業名まで公表されるし、逆に都合が悪い場合は公表されない。自称会社員で終わり。なんだか納得だよね。犯罪者の氏名や国籍が公表されないのは、マスコミの忖度だったってこと。ネットでも次のような批判の声が溢れているみたい。なるほどね。ああ、マスゴミの忖度だったのか。報道しない権利を行使する。マスコミに徳和人がいっぱいいるんですね。ですね。要は、反日報道機関が都合の悪いこと、インパクトの弱いことを書かず選別しているということ。報道しない自由。特にひどいのは TBS。サンデーモーニングと報道特集。事件そのものを報道しない。国籍や本名など知るすべもない。これって何かおかしい。絶対におかしい。絶対にフェアじゃない。報道機関がこれの時点で日本を終わり。すべてはメディアの情報操作。腐ってる。報道機関に公表する制度の変更をすべし。報道機関ではなくて、警察のウェブで告知すればよいと思う。すべてはマスコミの裁量に委ねられているとは、とても納得できますね。通名報道などなど、本当にひどい話。マスコミは少なくとも国籍を公表するべき。外国人の犯罪を日本人の犯罪のように伝えるのは罪のなすりつけと同じ。結局はマスゴミなんだよね。マスコミによる犯罪者の氏名や国籍を報道しない自由。異常の一言だよね。だってそんなことをやれば、ある意味犯罪者を守ってるようなものでしょ。未成年ならまだしも、大人の氏名、国籍さえも忖度し、公表しないんだから。あまりにもマスコミのやり方は、姑息すぎるし、不公平極まりないと思うよ。まあこういう事実が分かった以上、今後マスコミが犯罪者の氏名や国籍を公表しなかったとき、おそらくそれに対する批判の声がマスコミに向かうと思うけど。犯罪者を守るマスコミなんておかしな話だからね。だからみんなにマスゴミって言われるんだよ。
とにかくマスコミ関係者は、金輪際犯罪者に忖度しないでください。よろしくお願いします。